え、あれヤシガニじゃない？お待たせ。今日は陸上をカッポする世界最大級の甲殻類を捕獲します。あ、なにこれ、でかっ。え、カニ。いけいけ、ユウさん。え、でかい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 、やばい、でかっ。普通に食えそう。怖い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 。こちらはアフリカマイマイ。人を最悪死に至らしめる強力な寄生虫、関東獣血虫を保有しています。どうやらああいった岩の陰に今回のターゲットは潜んでいるようです。こちらはオカヤドカリ。日本では天然記念物に指定されていて、触ることも禁止されています。え、いたんすか。え、どこどこどこ。あの面相じゃない。あれヤシガニじゃない。ヤシガニじゃない。え、めっちゃ上だ。今からね、リュウさんがあのね、ヤシガニを取りに行きます。気をつけて、滑らないように。ゆっくりと忍び寄って捕獲を試みます。ロッククライミングしてる。おお、ヤシガニナイスキャッチ。でかっ。挟まれてる挟まれてる。ヤシガニに挟まれてみたらヤバすぎた。水につけることでなんとか振りほどくことに成功しました。よっしゃー、ナイスキャッチ。うわ、めっちゃ血出てる。ヤシガニでかっ。すごい。昭和しましたが無事捕獲成功です。ヤシガニは陸上に生息する節足動物の中でも最大級のサイズを誇ります。50年近く生きるとされていて、沖縄県レッドリストでは絶滅危惧2類と判定されています。小さな個体の持ち帰りや取りすぎには注意してくださいね。なんと荒川選手がもう1匹発見した様子。待って、あ、いた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 。え、待って待って、俺取り行く、俺取り行く、取り行く。ビビってますね。でかい。でかい。よーし、やばいやばいやばい。え、でっか。ヤシガニ無事捕獲成功です。さあ、試しに今回捕獲したヤシガニのパワーを検証していくことにしましょう。私の指と同じようにキュウリを挟ませます。え、一瞬で。俺の指どうなっとんねん。早速調理していきましょう。はい、ということでね、戻ってまいりました。こちらが本日の獲物、ヤシガニですね。見た目は完全に虫ですね。お腹は結構グロテスク。これが多分エラですかね。プニンプニンでね、めっちゃ気持ちいいっすよ、これ。アマガエルみたいな感じですね。今回こちらシンプルに塩茹でにしていこうと思います。まずはお湯にドボンしちゃいましょう。沸騰したお湯の中に。いってらっしゃい。これで5分ほど茹でてあげましょうか。OK、いい感じかな。揚げてっちゃいましょうか。わあ、すげえ。はい、じゃあバッチリね、茹で上がりましたと。前代未聞ですよ、これ。とってもね、美味しそうになりましたね。じゃあこちらをね、よーく冷ましたら見てっちゃいましょう。ヤシガニの塩茹で完成いたしました。食べていきましょう。よっしゃ、完成しました。ヤシガニの塩茹ででございます。まずはこちらの大きな爪から食べていきましょう。見てこれ、不思議。爪の先が白いですよ、こいつ。こちらヤシガニの爪、剥けました。バラムツミを感じる。いただきます。おほ、うまいぞこれ。サラダチキンと毛ガニを足して2で割った感じ。なんだこれ、うまいぞ。足も行きましょうか。この太い足、やっぱり赤くない、白いっすね。わあ、足もブリッブリ。見てよこれ、食べるとこめっちゃあるな。いただきます。うん、旨味がすんごい強いこいつ。じゃあいよいよね、皆さん気になっているここ行きましょうか。付け根の部分をハサミで断ち切りますと。おほう、ヤシガニって雑食性でね、結構汚いものを食べてるんですよね。木の実とか、時には動物の死体とかも食べてるんで、腸は食べれません。しっかりと除去しないといけないので、お尻からね、取れると思うんですよ。ケツの周りに切れ込みを入れて、ピーッと。あ、いけるいける。ヤドカリと同じ要領でいけますね。ケツから、
やべ、切れた。オッケー、取れた。で、いよいよお腹の中見ていきましょう。せーの。うわ。すげえ。全部味噌だ、これ。カニとかエビって頭にこの味噌の部分があるんですけど、ヤドカリはね、ちょっと特殊で、このお腹のところにあるのが特徴なんですよね。すごい。これはね、ちょっと冗談抜きでうまそうだわ。早速食べていきましょう。この濃厚なお味噌。やばない？匂いはね、そこまで。某気まぐれの人はドッグフードって言ってたし、マサルさんはね、公衆便所とか言ってましたけど、この個体はそんなことないですね。気になりませんね。いただきます。うん。あ、美味しいよ、これ。クリーミー。めっちゃクリーミーで奥行きあるな。ファーストコンタクトで、本当に若干苦味があるぐらい。身とかつけて食ったらうまいんじゃないかな。はい、ということでね、腕のところの身を用意しました。この味噌にね、これでもかと、つけて、どうよ、これ。贅沢でしょ。いただきます。あっぱー！もう許されてもいいよね。ヤシガニと来たらもうこれしかないでしょう。ジュン！ウチナータイム。はい、今日もね、完璧な7対3です。いただきます。あっぱー！じゃあ残りはゆっくり食べていこうかと思います。一旦、中締めとさせてください。ごちそうさまでした。